皆さんこんにちは、佐藤誠二チャンネルです。今日はフーガフーガ第82回目の放映になります。今日は仙台三越のゆかりさん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。そして情報は西島さん、よろしくお願いします。もうゆかりさん、私こう一緒にやるのは今回初めてで、ちょっと緊張してます。前回ね、今月頭に、はい、一度初めての方へ出て、どうでしたっけ。いや、そっちも緊張してますけど今はまた違う緊張、ね、違う緊張。それ何、それ俺慣れてらっしゃるじゃないですか、足を引っ張らないようにっていう、こうプレッシャーですね。いや、もうね、いつも通りでいきましょう。はい、普段の明るいゆかりさんで行っていただくということで、はい、もうね、仙台三越、はい、ふうがふうがの店をオープンしたのがちょうど1年、何ヶ月、どのぐらいの1年3ヶ月ぐらい、そうですね、1年3ヶ月ぐらい前ですね。もうね、はい、早いもんで、もう1年3ヶ月で、はい、もうでも仙台のふうがふうがのお店もすごくたくさんのファンに支えられて、今もすごくたくさんお客さん来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、これテレビ、佐藤誠二チャンネルで、はい、ここ半年ぐらい前から、店長も出てもらってるんですけど、はい、店長がね出ると、いや、その地域のお客さんが、あ、うちの店長出てるっていう、なんかねうちのになっちゃっててそうなんです、ね、結構ね、だからもう、はい、そのうちね、私じゃなくてやっぱ店長同士、いろんな店長ね出てもらう、まだ東日本しかやってないんで、はい、今回はだからね、ゆかりさん出て、ね、今度東北まで来ましたけど、はい、あと北海道とか、はい、あとはもう西の方、今度、ね、はい、大阪とか、それぞれ個性強い店長がたくさんいますね。大阪の梅田阪急とか、はい、神戸の、はい、阪急とか、ね、いろいろね、はい、広島とかもありますね。そうですね、札幌もね、そう、札幌もありますし、はい、なんかね、はい、どうなんか広島の店長出たそうにしてたんで、はい、そうですか、それも楽しみですね。言っちゃった。ぜひね、またそういった形で、はい、いろいろいろんな店長をご紹介したいと思います。はい、まあそんな話はいいとして、はい、今日ですね、はい、もうちょっとね、これからの時期、お出かけの時期にぴったりな、ちょっとこう、さらっと羽織れる、はい、半袖のロングカーデン。まあやっぱりね、まあ暑いんで、さらっとこう着れる、半袖カーデガンということなんですけども、これだけのロングでさらっと羽織って、で、ふわっとこう全身を隠していただける、すごいおしゃれにね、着こなし、今日ね、中にワンピース着てた、着てもらってるんですけども、もう本当にジーパン、デニムに T シャツでファッとというのもかっこいいですし、あと、なかなかね、半袖のニットって、ね、とも少ないんで、はい、ぜひね、ちょっと見ていただきたいんですけども、色の方、さあ、先にご紹介したいと思います。ドライタッチ、テーパーニット、シームレス、ロングカーディガン、サイズはフリーサイズ、はい、お色味が、ゆかりさん着用がブラックのやつです、はい、で。手に持っていらっしゃるのがホワイトです。こちらがホワイトです。はい、で、もう2色がベージュとターコイズの4色展開です。お値段が 26,400 円です。はい、とっても着やすいです。これね、やっぱりね、このミドルゲージの、はい、これあぜ編みってふわっとこうループがすごい大きくなるんですね。で、こう肌に立つ肌に当たる部分の面積が少なくなるんで、結構ね、こうさらっとドライタッチになってくれる、ね、すごい、はい、で、素材もこれ和紙を使ってるんで、すごいね、こう張り腰が出て、すごく肌触りのいい商品なんですけども、今回かなりロングで、もうカーディガンではちょっと珍しいロングなんです。で、これ無補正で、こう汗をパッと切れるように無補正にしてるんですけども、シュート非常に綺麗なんで、ちょっと全然もう本当にこう、うん、この辺あたりがとってもスッキリと見える感じで、ね、な感じで、はい、アームホールはもう、はい、袖がですね、この脇下が全部袖になってますんで、結構大きく開いてるんで、セール感が楽で、はい、で、今、ゆかりさん身長158センチ。はい、で、丈がちょうど膝ぐらい、膝下ぐらいまでありますんで、はい、前にカブトビーがあるんで、ちょっと止めてもらって、はい、もらってもいいと思います。なんかもうこれだけの長さがあるのに、着た感じが全然重くないんですよね。うん、そうだね。これやっぱりね、マシだからなんですね。そうですね。うん。あとやっぱりその、はい、素材の和紙と、あと、あぜ編みという、この編み方によって、さらっとした感じに、あ、ね、ワンピースに合わせたらいいですね。妹の丈長いやつでもいいし、そうですね。まあまあ、もちろん、さっきのパンツとか、スカートに合わせてもらっても全然かっこよく着ていただく、はい。こう、なんか白いスカート、ファッとそこにこう、ぴょっとロングで着てもらったりとか、逆にこう、黒でカッとこう、ロングのパンツ、うん、そして、ロングカーディガン。ね、結構着こなし、
いろいろできると思います。万能に使えそうです。万能に、はい、なんで、あ、そうですね、色なんですけど、さっきねちょっとこれブラック、まあ、ちょっとネイビーがかったブラックですね。はい、そしてさっきこれ白ってお話したんですけども、これはね白と黒の木糸なんです。木糸って日本の糸、黒と白の色を合わせた白なんで、結構ねこうあのちょっとグレーっぽい着合わせしやすい色になってます。春の夏の爽やかな色なんかに合わせていただくとすごく清涼感があって素敵かなと思います。そしてターコイズ、ターコイズもこれターコイズと白を混ぜてる素材になるんで、そのねこう夏に向けた色合いということで、こう夏物を意識した、ね、あの素材色合いになってます。ちょっとねもう一つ意識してるのは、この色に今度秋色、多分あの8月今から今度来月7月暑くなって8月9月と今から今度秋に入ってった時に、これあのバンク初秋向けの素材ということで、あの秋に向けていった時にここに秋色が来た時でもすごくこうあのさらっとして爽やかにあの清涼感があったり、また秋色を合わせた時にこうかっこよく着れるような色合いを出してます。まあ、このねあのネイビーっぽい黒もそうですけども、ね、はい、やっぱりねこうあの着合わせしやすいように、ちょっと今の時期やっぱり私たちブランドも6月後半ぐらいになってくると、ある程度この素材が、昔だとね春夏秋冬ってこうシーズン4つにって今ね、はい、もう違うんです。もうマンスリーでその月に合わせてやっぱりこう、あの素材を提案していくんで、はい、やっぱりねなんとなく夏が終わったらセールでみたいな、もうそうじゃなくて夏はそのまま秋にスライドしていくっていう秋の装いに合わせられるようなあの商品になってますので、ぜひですねまた合わせていただけると。で今日はその中に、はい、まさに晩夏初秋、まあ、秋の立ち上がりの色のワンピースをご紹介したいと思います。じゃあちょっと一回それまずちょっと情報を、はい、新島さんお願いします。グラデーションボーダーハンズワンピース、サイズはフリーサイズ、お色味がゆかりさん着用が普通です、はい、お持ちの色味がベージュです、はい、ちょっとこうワンピースがないんですけれども、ブラックの3色展開です。お値段が3万4100円です。はい、はい、すごいしっとりとしてる。そう、あの綿の、はい、これ実は、ね、しっとりなんですけど、これね、はい、綿の強粘なんですよ。だからここを触るとさらっとしてる。すごいさらっとしてます。で強粘になってるんで、はい、部分的にこのあの間に入った柄だけは、はい、ふわっとふしゃっと浮き上がってくるようになってるんですよ、はい、でここのボーダーもランダムにボーダーになって、ね、何色もの色がランダムにボーダーになることによってすごくね表情が奥行きに出てくる。まあこれブルーブルーですね、はい、ブルーとベージュと黒なんですけど、ブルーって言ってもやっぱりねこれ夏物を意識したらこれ白とか、あのシルバーグレーとかって入れるとすごい爽やかになるんですけど、あえてもう完全に色は秋色です。これから秋に向けてもう7月8月9月、まあ、特に9月あたりにまでもうおしゃれに来ていただけるもうあの初秋のニットっていう感じの商品の構成して、丈が、身長158センチ、はい、でこれもそうです、ね、あのスネと、はい、スネの間ぐらい膝下までのたっぷりのカーディガン、はい、袖はあ半袖、はい、で、まあ、襟は丸首で結構ねそれぞれに襟のところなんかもこうあの表情を出す素材感を出しながら、はい、たっぷり分量を取ってます。またねこのたっぷり分量はもう風が風がはたっぷり分量なんです。じゃあちょっとこれ持ってもらっていいですか、はい、まあ、これも結構たっぷり、はい、これだけたっぷり入ってます。でもね着るとそう見えないんで、そうなんですよね、やっぱりね素材が結構柔らかいんで、はい、でもやっぱりたっぷりしてるんで着た時にゆったりこうやった、はい、着てもらえる。だから今あのゆかりさんのこの脇の回るとか、はい、結構ゆったりでもそうです、ね、着るとそう着やすいと思うんです、はい、ダブついた感じがなく、あの体のラインをあんまり広がない、広がない、うん、そうなんですよね、着やすい、着やすいところで、はい、ちょっと後ろ見てもらっていいですか、はい、本当にもうたっぷりこう、はい、お尻のラインとかそういったものをすごく綺麗にこうあのパーッとこう覆ってくれるんで、あのシルエットも綺麗に、あともう一つねこの素材テキスタイルにもともとフラットなものじゃないんで、もともとこうよじれてるんで、あの体のラインにぶつかってるところもいまいちこうあまり分かんなくなっちゃうという、そういう特徴もあるんですね。だからあの綺麗なシャープな縦柄とか横柄ってなると、例えば引っかかってるところとか膨らんでるところってそこだけこうとか広がって見えるんですけど、柄がもともとどこが広くてどこが細いか分からないみたいな感じになってますんで、ラーメンみたいな感じになってますんで、だからね分からないみたいな、だからそれがねよりなんかスラッと見せて、横ボーダーでありながら、そうですね、横 の、 あのグラデーションのボーダーでありながらも、はい、あまりこうボーダー感を出さないような、うん、
ちょっと遊びがあるような、ちょっとねイメージしてもらうと、もしこの縦柄がなかったらってふとイメージしてもらうと思います。だと横にターン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 ってグラデーションだとかなり防弾感強くなっちゃうんですね、うん、ところがこのラーメンごまかしてくれてるんですねでもねそういうこうやっぱりこう表情感ってまたね、あの私たちが作るニットの面白さかなというふうに思います。そこでまあちょっと今日はまあ秋ということもあって初秋に向けて、まあ秋じゃないです、今から夏なんですけど、ちょっと初秋に向けて、まあ冷房、まあ今日ははいレギンスを、レギンスを、はい、あ、失礼ました、はい、はい、お伝えいたします。はい、アンティークフラワー柄レギンス、サイズはフリーサイズ、お色味がゆかりさん着用がブルーです。はい、2色がベージュとブラックの3色展開です。お値段が22,000円です。はい、レギンスもね、ちょうどなんか季節の変わり目とかってやっぱり使いやすいですよね。そうですね、うん、そうですね、はい、であとね、やっぱニットのレギンスって、はい、これちょっとクシャクシャっと巣に持ってきても可愛いですし、です、ね、夏になった時はあえてねクシャクシャってもそうやって足元にクシャクシャ感を出してもすごい素敵ですし、はい、で今度夏らしくする時はあえてねこうこれまで上げて、はい、上げてあげるとこう夏っぽく、そうですね、夏っぽく足元軽快な感じで、軽快な感じで出すと、はい、すごく夏らしく見えてくれるんで、はい、ちょっと短くしてこんな感じでちょっと爽やかに見えてくれる、はい、だからニットはね伸びてくれるんです、ちゃんとそれがねニットの良さですよね、はい、で今回このレギンスはもうふわふわでもおなじみのジャガードを入れてますんで、足元にねこう細かい柄ジャガードがシャラシャラって入ってる、またこれジャガードにするとね熱くなっちゃうんです、だからジャガードほんの一部です。これももうリンクスっていう表と裏目のこのニットの地柄が入ってますんで、さらっと肌触りも爽やかな感じで履いていただけるっていうのも今回の、はい、薄さとちょうど履いた感じがすごく、うん、ね、はい、いいと思うんです。さらっとした感じもあるし、はい、でところどころねこうすごい清涼感のあるところもいっぱい入ってるんで涼しいです。うん、ね、涼しいですし、はい、本当にね結構こう長い時期履いていただけるかなと思うんですよね。まあ、ちょっとおしゃれに足元にちょっとアクセントっていうのも普段のレギンスの面白さかなと思います。もうね今日はちょっとなんかもうすっかりエヴァンズ教授じゃなくてフーガフーガのちょうど夏物からそろそろ秋に変わる、ちょっとやっぱりファッションってね先取りですんで、これからちょっと肌寒くなるお盆とか、はい、冷房の中とかで着れるようなもの、そして今夏でパッと着てちょっとこうみんなが夏っていう時に少しシックな大人な感じの色合いという、まさにねそんな子は今日は商品をご紹介しました。フーガフーガもね仙台の三越店、今もう1年目ですけども、山形から近いってこともあってね、ぜひ今度フーガのお客さんも山形に遊びに来てもらったりとか、ぜひしていただきたいなと思います。仙台に行けばいいです。いますんで、ぜひ遊びに来てください。ふがふがの商品は全国ふがふがお取り扱いセレクトショップ、また百貨店直営ショップで扱っております。近くにお店のない方は佐藤製品オフィシャルサイトクロスイットルでもお求めになれますので、よかったらご覧になってみてください。今日はふがふが三越店店長のゆかりさんと一緒にさせていただきました。今後ともふがふがよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。